いらっしゃいませ。 任せてくれ。 一緒に行くわ。 任せて。 場所ね。気をつけて。何これ、すごい正気。嫌な空気だ。行動限界を超えるなよ。 なるほどな。
よし来た。前段ぶち込んでやる。鬼打つ鬼の本に当たって。
Mahoroba no kuni, mamotte miseru. よし。派手にかまそうぜ。
失いたくない。異界って広い。私は霊山訓練兵首席なのよ。そこら辺のモノノフと一緒にしないで。
正気濃いわね。気をつけて。よし。一斉。マホロバの国、守ってみせる。よし。行きましょう。追いついたぞ、シキ。ほう、よくここまでたどり着いたな。大したものだ。貴様らは堕落した人間どもとは違うらしい。だが遅かったな。全ての準備は整った。あとは時輪のオロチを目覚めさせるだけだ。見えるかね、私の背後にそびえる巨大な姿が。これがかつて世界を滅ぼした鬼、トキワのオロチだ。ただの塊じゃねえか。封印されたのだ、この地に栄えた超文明の民によってな。この鬼こそ時を超える力の結晶、人の身で神に近づくための器だ。あくまで過去を変えようっていうの？一体何のために？メイドの土産だ。貴様らにも真実を教えてやろう。真実？太古の昔、この地には超文明が栄え、
万能の技カラクリを使った戦いが起こった。その戦いの最中、人は異界に住む鬼を見つけたのだ。その未知の生物は人知を超えた数多くの能力を有していた。人々は考えた。その鬼の力を我がものにできたらと。鬼を露覚し、カラクリ魂の力で操れたらと。そしてそれを実行し、初めてこの世に鬼が持ち込まれたのだ。人は鬼を使って戦い始めた。何万何億という人間が殺され、その魂は鬼を強化するために利用された。だがやがて鬼は暴走を始めた。あまりに多くの人の魂を食らいすぎたのだ。鬼は人の支配を逃れ、地上を蹂躙していった。そして文明は滅びた。生き残った人々は最後の力を結集して鬼とカラクリを封印し姿を消した。だが惜しいかな、全ての鬼を退けることはできなかった。一部の鬼は時間の彼方に逃げ去り、数万年後の世界に現れるようになった。それが貴様らの戦っていた鬼の。そんな与太話を信じろってのか。信じる信じないの話ではない、これは事実なのだ。なぜそう言える。そうよ、理由を言いなさい。簡単なことだ。私が超文明に生きた人間の生き残りだからだ。私は数万年前、カラクリ技術を生み出した科学者の一人、鬼トキワの卸を持って愚かな人間の戦争を終わらせようとしたのだ。人を争いに駆り立てる怪物、歴史を破壊することによってな。だが愚か者たちの妨害に遭い、トキワの卸を封じられてしまった。私は追い詰められ、仕方なく未来に逃げた。そしてこの時間にやってきた。物の府に入り込み、トキワの卸が封じられた場所を探した。その果てにようやくたどり着いたのだ。今こそ宿願を果たす時だ。トキワの卸を使ってな。どうしてそこまでして。大義の前に個人的動機を問うても意味はない。だがあえて言うなら、家族を奪われたからだ。家族を。バカどもが鬼を使って始めた戦争に私の家族は巻き込まれて、妻は死に、娘は鬼門の彼方に消えた。愛するクラネ、今も時間流の中をさまよっているだろう。それを救わねばならん。数万年の時間を遡り、この誤った時間の全てを正しく変える。一つ聞きたい。私の助手のことだ。実験体とは一体どういう意味だ。ああ、それのことか。霊山の上層部に壊れてな。鬼の力を人間に移植する実験を行っていたのだ。こやつはその時に使った実験体だ。鬼の力を移植だと。空間を超える力、あまたの御霊を食らう力、もっとも手慰みのような実験だったのでな。うまくいかず、ここまで成長して戻ってこようとは。見事だぞ、カラクリ使い。さあ、知らぬな。どこぞの物の符だったのではないか。霊山の上層部に壊れたっつったな。どういうことだ。考えてもみろ。私が何の後ろ盾もなくここまで動けたと思うか。いるのだよ、霊山にも。身にそぐわぬ欲望を抱く堕落した人間どもが。
人の悪意の底深きことよ。その腐敗、私が取り除いてやろう。なるほどな。話は大体わかった。長々とご苦労。もうお前は用済みだ。あとやることは一つしかない。お前をぶっ飛ばして戦いを終わらせる。妙案だ、博士。ようやく出番らしいな。貴様らにできるかな。やらせるか。何？無駄だ。今使命は解かれた。私は鬼となってこの地のあらゆる歴史を破壊する。よし。行かせはしない。ここで宿命を断ち切る。私たちの手で。来たわね、私が相手よ。幾万の夜を越えて時の彼方より来たらぬ。私は終わりにして始まり、破壊者にして解放者。人に真の自由と平等を与えるものなり。今こそ真なる救済の時。邪魔をする者は等しく滅びるのあり。
キワノオロチ、終末を呼ぶのなら私が止めてみせる。終末の鬼だろうが何だろうが、どんな相手とだって戦ってやるわ。実験体のはず。それはなぜこれほど
開き、貴様らを時間流の体に放り出してくれる。それあれ、トキワのオロチよ。用意したトキワのオロチよ。なぜだ、なぜ私の命令を使い、虫の正義を呼んでやるのか。刀、鬼の本能がカラクリの力を上回り始めたか。無駄だ、シキ。お前にはまだわからない。鬼を制御することなど不可能だ。なぜならそれには自らの意志があるからだ。私たち人がそうであるよ。従属と屈服から強い力は生まれはしない。時の流れを変えようとも強い意志を根付かせることはできない。従えるか、人の子よ。博士、鬼門が閉じる。急ぐぞ。鬼の手に思念を込めろ。元の時代に戻りたいと。そうか、そういうことか。ならば私は待とう。遠い未来でお前たちと出会うのを。よし。博士、
すべてやり直しだ。貴様たちを皆殺しにして。往生際の悪いやつだ。やはり貴様らを真っ先に殺しておくべきだった。からくり使いは戻れなかったようだな。いずれにしろどちらも消えてもらう。今からでも遅くはない。過ちを正して最初から始めるのだ。過ちばかりだな。お前が生きてきた中で過ちでなかったことはあるのか。家族を失うまでは少なくとも過ちだが、そこから先は全て。そうか。だがその過ちの中で必死に生きてきた者もいる。知っているか、シキ。私の本当の名を。何？私は博士。だがそれはただのあだ名だ。私の本当の名はクラネ。数万年前、鬼門に流された子供だ。な、に、ありえぬ。貴様がクラネであるものか。あるはずがない。長い年月が過ぎたものだ。私は6歳だった。数万年の時間を流されここに来た。一人で生きていくには幼すぎ、周囲の人間の施しを受けて生き抜いた。言葉すらわからない異郷の地で、やがて父と母の顔も思い出せなくなった。だが私は必死で生きた。それがかけがえのない私の人生だったからだ。それでもお前は過ちだと言えるか。私の生きた時間の全てが。面影がある。その髪、そのほくろだとすれば、私は。やれやれ、恐ろしい女だ。全ては私を止めるための狂言。そうだな。そうか、それがお前の答えなら私もためらいはしない。ここで死んでもらうぞ。すまんな。私には待ち人があるんだ。あいつに会うまでは死ねない。私は待っているんだ。連れて帰るまでは死ぬわけにはいかない。そのガラクタで私を倒すつもりか。立っているのがやっとの死に損ないが笑わせる。これで十分だ。お前を倒すにはな。ではここで死ねん。何？貴様は、貴様は。さよなら、シキ。おのれ。
参ったな。貴様は自分の生き方に後悔はないか？後悔はない、ただの一つも。どこをほっつき歩いていたバカ者、よく帰ってきた。それでこそ私の助手だ。おかげで四季を倒すことができた。私の父を。私は数万年前、鬼門に飲み込まれ流された四季の娘。私もお前と同じ時間に流された奉公者だ。長い年月だった。数万年を流された私は太古の文明とからくりの痕跡を追った。少ない知識と知恵を振り絞ってからくりの研究に没頭した。やがて鬼がこの世に現れた理由を知った。太古の文明に生きた人々が鬼をこの世界に持ち込んだことを何とかしなければならないと思った。鬼、そんな頃だ。トキワのオロチの存在に行き着いたのは、そしてそれを呼び出した科学者の存在に。もしその科学者が時を渡って現れたら、たとえそれが父であったとしても、この時代に生きる者として倒さなければならない。だから戦った。お前と共に多くの者の二つがそうしてきたように、ずっと隠していてすまなかった。四季を倒しても戦いは終わらない。鬼を、物の二つは諦めずに戦うだろう。そして歴史は続いていく。それこそが力だ。だが私の戦いは終わった。ここから先はお前一人で行くんだ。仲間たちが帰りを待っている。さあ行け、マホロバを目指して。耳が痛いな。だが残念だ、もう少しだけお前たちと生きていたかったよ。君につくのも面白そうだ。今さら分霊などありがとう。さあ行け、お前は生きろ。生きて、時間の呪いは解かれた。もうお前は自由だ。しっかりな。風よ吹け、子供たちを運べ。草木の燃ゆるマホロバの地へ。風よ吹け。今日という日を迎えられたことを私は嬉しく思う。多くの者が傷つき、多くの血が流された。大切な人たちがいなくなってしまった。それでも私たちは前進しなければならない。過ちも正しさも等しく受け継いで、そのために今こそ皆に里のお頭を返そう。紅月、
お前をマホロバの里のお頭とする。皆を導くお人となれ。お受けいたします。一つだけ皆さんに伝えたいことがあります。戸様と機内、侍と近衛、長く里を分断してきたこの対立を私は覗かねばなりません。故に今日をもって侍、近衛両討伐隊を解散、統合します。解散と統合って、当夜役も前、侍もなく近衛もなく、皆を等しく導いてくれますか。いいだろう。依存はないさ。新部隊の隊長は決まっているのか。はい、隊長はあの者を置いて他にいません。おい、何黄昏れてんだ。隊長になったんだろう、シャキッとしな。あいつも今頃草葉の陰で喜んでるだろうぜ。勝手に殺すな。やれやれ、死に損なった。これから忙しくなるな。人は生まれながらに平等でも自由でもない。漆黒に縛られ生きる。だが意志する限り出口は必ずある。お前はどう生きたい？仲間とその答えを探すといい。いつか言ったな、お前が何者かは問わない。お前の意志がお前の全てだ。こうして一つの戦いが終わった。里では相変わらず小競り合いが絶えない。それでも少しずつ何かが変わっている。この旅がどこに続いているのか、それは誰にもわからない。けれど恐れず進むだろう。彼方に見ゆるマホロバの地を目指して。かぐや様、会議のお時間です。うむ、今行くのだ。
おい、消えてねえだろうな。別にいいじゃねえか。やれやれ。よろしく頼むぜ。これからもよろしくね。